ルイ・ファン・ハールこと、アロイーシウス・パウルス・マリア・ファン・ハール・オーオンは、オランダ・アムステルダム出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。なおルイは、アロイーシウスと同婚の名である。オランダ語のガの発音は日本語で正確に表記するのが、不可能であり、名前の日本語表記、ハールは、便宜的なものである。また、ルイスは、外来語扱いのため、 現地オランダでは、ルイスではなく、ルイと発音するのが慣例。選手時代のファンハールとルートフリットファンハールは、アムステルダムで生まれ、地元のアマチュアクラブでサッカーを始めた。20歳で、アヤックスのセカンドチームに加入したが、中盤のポジションは、ヨハン・クライフやヨハン・ニースケンストが務めており、トップチームでは、出場機会を得られなかった。ファンハールは、ディーティスが監督を務めていた。 ジュピラープロリーグのロイヤルアントワープに加入し、1973から74シーズンと1974から75シーズンに2シーズン連続で準優勝を経験した。ベルギーで4シーズンを過ごした後に、オランダへ戻り、デルスターでエールディビジデビューを果たした。その後は、スパルタロッテルダムでプレーした後に、AG に加入し、現役引退後の1986年に、 アシスタントコーチに就任した。その後すぐにアヤックスに移り、レオ・ベーンハッカーの下でアシスタントコーチを務め、1991年にベーンハッカーがクラブを去ると監督に昇格した。アヤックスでは多くの有望な若手、オランダ人選手を率い、1992年に UEFA カップを優勝し、監督として初めてのタイトルを獲得すると、 1994年から1996年までエールディビジオ3連覇した。中でも1994から95シーズンには34試合27勝7分、得失点差78という成績で無敗優勝を達成した。さらにこの1994から95シーズンには UEFA チャンピオンズリーグでも無敗優勝している。多くのタイトルを獲得し、 黄金時代を築き上げた。1997年、FC バルセロナの監督に就任。初年度からリーガーエスパニョーラとコパデルレーを優勝し、ダブルを達成。翌1998から99シーズンもリーグ優勝を果たした。しかし、1999から2000シーズンは、デポルティーボラ・コルーニャによってリーグ3連覇を阻まれ。 また UEFA チャンピオンズリーグでの不審とバルサファンとの関係悪化等を理由に2000年に退任した。この最初のバルセロナ監督時代にはジョゼモーリーニョがアシスタントコーチを務めており一緒に仕事をしていた。2000年に辞任後はオランダ代表を率いたものの2002年の日韓 W 杯の出場権を逃す。その後バルセロナ監督に復帰したが不審で辞任した。 フルス・アヤックスのテクニカルディレクターを経て、2005年に18年ぶりに AG に復帰。2006から07シーズンは、PSV アイントホーフェンや、アヤックスアムステルダムと最終節まで優勝を争ったが、最終節で敗れ優勝はならなかった。2008から09シーズンには、他の競合が不審にあやぐ中、3試合を残して優勝を決めた。 これは AG にとって28シーズンぶり2度目のリーグ優勝でエールディビジの3強以外のチームがリーグ優勝をするのも前回の AG のリーグ優勝以来28シーズンぶりとなる快挙であった。バイエルンミュンヘンの監督時代のファンハール2009年5月13日、2009から10シーズンからバイエルンミュンヘンの監督に就任することが発表された。初年度からブンデスリーが DFB ポカールを優勝し、ダブルを達成。チャンピオンズリーグでは決勝まで進出し、かつて指定関係にあったジョゼモーリーニョ率いるインテルと、互いにトレブルがかかった状況で対戦したが、0から2で敗れ準優勝に終わった。翌2010から11シーズンは不振に陥り、シーズン途中に、シーズン終了後の退任がチームから発表されたが、チームが4位に転落したこともあって、 2011年4月10日に解任された。2011年11月、アヤックスのゼネラルディレクターに昇聘することが決定する。しかし、かねてより、ファンハールと因縁が深かったヨハン・クライフ・テクニカル、アドバイザーが人事に異議を唱え、裁判所に提訴。12月の一審で人事が認められず、2012年2月の異議申し立ても認められなかった。 2012年7月、ワールドカップブラジル大会でのベスト4とオランダ流の攻撃的フットボールを採用することをノルマに、オランダ代表の監督に再任。エールでビジでプレーする若手を積極的に起用して、チームの若返りを進めながら、記者会見での自己主張の強さは変わらないものの、若い選手たちに対して、第一期とは異なる父親的な顔を見せて、自らの変化を証明。 予選でも圧倒的な成績を残して本大会出場に導いたが2014年5月自分には代表監督は合わないとブラジル大会をもって代表監督を退任することを発表そのワールドカップではグループ D に次ぐ死の組と言われた B 組で苦戦が予想されたがこのシーズン終盤に 平イノウォルトでロナルド・クーマンが採用し、結果を出していた1から5から3から2システムを採用したことで、第一戦で前回王者スペインを1の5で破るなど3戦全勝で、首位通過。準々決勝のコスタリカ戦では、PK 戦突入間際に、ヤスパー・シュレス戦に変えて投入したティム・クルルが、PK2 本を止めて、ファンハールの交際杯でオランダは準決勝に駒を進めた。 2014年5月、ワールドカップブラジル大会終了後に、マンチェスターユナイテッドの監督に就任することが決定。契約は3年間であり、アシスタントコーチに、ライアン・ギングス、アルベルト・スタイフェン・ウルフ、フランス・フークラが就任した。2016年5月21日に行われた、FA カップの決勝戦で、ゼシー・リンガードの延長戦における決勝ゴールにより、2から1で、 クリスタルパレスを下し、FA カップのタイトルを獲得したが、2日後に監督を解任された。アイアックスのアシスタントコーチ時代のファンハールサッカー界屈指の戦術家であり、選手個々の能力よりもシステムを重視する傾向があるという印象を持たれている。その大きな原因として、バルセロナ時代には、リバウド、ルイス・フィーゴ、フアンロマン・リケルメといった卓越したテクニックを持つ。 選手にも守備を強要し、圧力を生んだことがある。試合中、自チームの勝敗にかかわらず、ベンチで熱心にメモを取る姿がしばしば見られる。バルセロナ監督時代には、ファンから、落書きは、便所でしろ、とヤジを受けたこともあった。オランダ国外のクラブでも、オランダ人選手を積極的に獲得し、徴用する、傾向があるというイメージを持たれている。その原因は、 バルセロナでパトリック・クライファート、ミハイル・ライチハー、マルク・オーフェル・マルス、フランク・デブール及びロナルド・デブール・ラ・アヤックス時代のアイ・デシア、フィリップ・コクウやルート・ヘスプなどを中心にレギュラー選手の半数近くでオランダ人選手を起用したことにあり、その方針はバルセロナ地元紙などで国評された。バイエルンではマルク・ハン・ボメルをキャプテンに任命したがドイツ人でない選手が キャプテンになることは、バイエルン史上初めてのことであった。マンチェスター・ユナイテッドでは、就任後初の遺跡史上で、ダレー・ブリントを獲得し、翌年2015年5月に獲得した、メンフィス・デパイが、栄光の7番を継承したなどのケースもファンハールの、オランダ・ビーキとして、色眼鏡で見られることがある。また、若手選手を積極的に起用する傾向がある。 2度のバルセロナ監督時代には10代の頃のシャビやア,アンドレス・イニエスタをカンテラからトップチームに引き上げて徴用した。バイエルンではトップチーム昇格1年目のトーマス・ミュラー、ホルガー・バトシュトゥバーをレギュラーに抜擢し成果を上げたが、ルカトーニ、ルシオなど実績のあるベテランを礼遇し彼らの対談へと繋がった。バルセロナ監督時代に批判された経緯からヨハン・クライフとは 一生許さないというほど対立している。ただ、2016年3月24日にクライフが制御した際には、追悼の言葉を送っている。ロナルド・クーマンとは、アヤックスのテクニカルディレクター時代に対立したが、2012年のオランダ代表監督就任を契機に和解したと見られており、代表選手の多く所属するフェイエーノ・ウルトの監督であるクーマンとは多く連絡を取っている。 規律に厳しく自信過剰なイメージがつきまとうが、バイエルン・ミュンヘン時代を経て二度目のオランダ代表監督に就任した後は、父親役として若い代表選手たちと熱心にコミュニケーションを取り、オランダメディアからも成長を評価された。ブラジルでのワールドカップ本番でのセンセーショナルな活躍には天敵だったヨハン・デルクセンもついに賛辞を送った。漫画、 キャプテンツバサロード22002の登場人物であるエリック・ファン・サールのモデルである。9人兄弟の末っ子として生まれ、カトリック教徒として育てられた。営業職だった父はファン・ハールが11歳だった時に亡くなった。初めの妻であるフェルマンダとの間には娘を二人儲けたが、妻は1994年に水岸で亡くなった。2008年に現在の妻であるとルースと再婚し、 休暇はポルトガルのアルガルベに位置するアルグフェイラ近くの別荘で過ごしている。2009年にデイリーテレグラフの報道によりファンハールはバーナード・エルマドーフに投資し数百万ポンドの損失を被っていたことが明らかとなった。2015年3月19日にマンチェスター・ユナイテッドとの契約満了後には監督業から退く意向であることを明らかにした。ありがとうございます。